肉体的ってより理不尽なこととかで怒られ続けて上下関係っていうのは、まあ逆にそっちの方がしんどかったっすね。給料いいどうこうってよりかは。hosttv.com クラブアダム勝樹前職現場高校卒業と同時にすぐさま社会人となった彼、目指したいものややりたいことよりも今の自分にできることを選び、がむしゃらにひたすらに必死で働いた。3年間一つの職と向き合った彼は21歳の時大きな決断をする。高校、まあ、2年生の頃からめっちゃアホで退学とか絶対進級できひんわって言われとって、高校2年生の一番初めのテストから最後まで全部カンニングでしたね。全教科でしたね。うるさいバイク単車ずっと乗り続けとって、関わる人たちがもうめちゃめちゃやんちゃくれやって、でもそれが当たり前っていうか、それが普通やなっていう環境で育ったんで、強くはなかったと思うんですけど負けず嫌いすぎて、5歳から空手やってたんで弱くはないかもしれんですね。黒帯なったら人殴ったらあかんっていう、黒帯から落とされるみたいな理由はあるんですけど、まあ関係なしに僕は喧嘩しましたね。ボコボコだって傷だらけで帰ったら、またあんた喧嘩してきたらわって言われて、でも黙れよって、うるさいわっつって、俺の勝手やろって言って、そんなんばっかで、空手一家で5個上にお姉ちゃんがおるんですけど、そのお姉ちゃん守るって言って5歳の頃から空手始めて、大会まで出たりとか大阪2位まで行ったりとか、今はもう親の道場があって、でたまに下の子を教えに行くぐらいまでなんですけど、もう家族5人がもう全員空手で、全員黒帯でっていう。お姉ちゃんに、まあ、姪っ子ができて、ベビーカーやったりとかなんかいろんなもん買って、自分の子かのようにめっちゃ可愛くて、休みの日はたまに会いに行ったりはしてます。現場やってる時とか、まあ、ある程度いただいとったんですけど、自分以外に使うお金っていうのは全然なかったんで、毎月カツカツっていうかしんどくて、ポストなってからもなんか全然、あ、これ可愛いからメイクにあげようとかポンポン買ってますね。5歳から空手に打ち込むも、その一方で中学高校時代には少々やんちゃな少年時代を過ごしていた彼、ホストになり今やその稼ぎは自分のためだけでなく大切な人のために使えるほど潤っていると語るが、本音を言えばなぜもっと早くホストにならなかったのかと後悔もあるのだという。高校卒業してからすぐ現場始めて3年半続けて、でちょっと、まあ、相手からホストなんですけど、まあ、現場仕事も、まあ、やってよかったなっては今になって思うんですけど、もっと早くホスト始めたかったなっていうのはめっちゃ思いますね。もう18ぐらいから始めてる、まあ、下の子とかやったりとか見たら、うわ俺も始めたかったなってめっちゃ、まあ、今になって後悔は正直あります。偏見は正直めっちゃありましたね。ネネシとかやったり、もうチャラチャラしてんなとか、悪い偏見しか持ってなかったっすね、ホストに対しては。自分の中で男に生まれたらホストは経験してみたいって思っとったんで、フラフラってしとって何もすることないなっていう時期に、このタイミングで行こうと思って体験させてもらって、でまあその時に代表と小太郎さんの2人が特に輝いて、なんかめっちゃかっこいいやんと思って、僕もこんななんか人間になりたいなと思って、もうすぐ入店させてくださいっていう形で行きましたね。実は彼がホスト TV に出演するのは今回が2度目。記念すべき1回目の出演はクラブアダムに入店しまだ間もない新人の頃。入店当時の勝樹さんについて、ユキ代表はもちろんのこと、彼が兄と慕う小太郎主任に話を伺うことに。おはようございます。そうですね、お取り込み中ですね。後輩との関係を良くしないためなんでまあそうですね、まあ結構熱いっすね。やんちゃそうなやつ入ってきたなみたいな感じですね。今とあんま変わらん感じやったんで、
まあ、あいつの今の見た目通り、まあ、やんちゃそうやなみたいな感じやって、多分早かったですね。それなりに頑張っとったんで、早いのは早かったですね。結構僕がおったからですかね。いろいろ、まあ、教えましたし、が強いなりにもちゃんと人の言うこと聞いて素直にやれるんで、まあ、そこがやっぱ武器ちゃうかなって思うっすね。いや、もう1年経つのかっていう方にびっくりしました。あれから、そうやね、最近の時に読んで、そうそう、本当に成長が目まぐるしいというか。あ、でもね、僕結構マジで何もなかったんですよ、そのやんちゃ感っていうか、はい、いい弟分で過ごしてきたんやろう。多分弟キャラっていうか、なんか、まあ、まあでも正直人見たらこの人はヤバいって、まあ、分かるんで。ヤバい人みたいな。ヤバい、はい、ヤバい人です。はい、単純に男前やし、喋りやすいし、先輩としてっていう意見にはなってしまいますけど、後輩として可愛いっていうか、みんなに好かれる子やと思います。なんかヘルプとかついとっても、カツキカツキって言われてる席多いし、多分僕よりも仲いい席多いんじゃないかなって本当に思うぐらい、人当たりの良さというか、人懐っこさというか、気取ってないのが余計にいいのかもしれませんね。いい風な身の程のわきまえ方というか、自分出す席は出すけど、ここは出し過ぎたかなってとこだ。空気が読める子です。一言でまとめたら、はい、人間として一番大事な能力、空気を読むってことです。ホストっていう道を選んでやったら、店のトップを目指してやっていってほしいなっていう、やっぱり男やから、どこまで行っても先輩後輩好きな人があっても、男として一番を目指すっていうのはホストとして大事なことだと思います。そこをまっすぐ、はい、僕を超えていってほしいです。ホスト始めたいけど、おしゃれ分からんし、そうめちゃくちゃダサいし、あ、でもスーツあれや、スーツやったらコーディネート決まってるし、おしゃれや、あのスーツ買うお金ないし、スーツもないし、ホスト無理や、どないしよう、どないしよう、どうぞねー、うわー、おすけおすけ、未経験がとにかく売れる M グループなら、今すぐホストを始めるようにオーダースーツをプレゼントしているよ。だからお金がなくてもスーツがなくてもすぐ始めるように準備は整えているよ。それに俺みたいにおしゃれな先輩がいっぱい多いし、おしゃれのセンスも磨かれるし、外見的にも中身的にもいい男になれる。もちろんうちのグループは他にも手厚な待遇が待ってるから、安心してホストを始めるよ。それは安心やの。早速応募してみよう。ほんまありがとう。あれ、あいつ誰やったよ。ホストするならグループ M。 人として成長できる、できたなってめっちゃ思うことが多くて、例えばホストを上がったとしてもためになるっていうか、これから常識の幅が広がって知識が、まあ、昔から人間関係厳しかったんで、ある程度常識はあるなって思ってた自分はおるんですけど、そんなこと全然なかった。いろんなこと知れましたね。人として成長はできましたね。肉体的にもまあしんどいんですけど、僕ずっとまあ体を動かすこととかの方が向いてるなと思っとって3年半ぐらい続けたんですけど、肉体的ってよりその理不尽なこととかでめっちゃ怒られ続けて、でやっぱり上下関係っていうのはまあ僕の昔からあるんで、まあもう言い訳とかしても意味ないっていうのは分かってるんで、そこはもう理不尽やけど怒られ続けて、逆にそっちの方がしんどかったっすね。自分がその現場に行ってないのに、その現場でミスしたらお前のせいみたいな。まあ確かに今考えればそうかなとは思ってます。正直その僕がめっちゃ可愛がってる子、まあ現場の中でもおったんですけど、その可愛がってる子のミスして、僕はその時いなかったんですけど、その場所には。でもそれで後から怒られて、お前がずっとちゃんと見てないからどうこう。まあ今になれば、まあ確かにそうやなとは思うんですけど、それプラス、まあ現場って期間っていうのがあるんですけど、それを超えてしまって、それも先輩の一人の、まあ正直ミスなんですけど、それもお前があるやろみたいな感じで、なすりつけじゃないですけど、そんなんとかが毎日でしたね。前職で上下関係や稼ぐことの大変さを学ぶと同時に、社会の厳しさや理不尽なことにも直面し、自分でも徐々に心がすり減っていくのを感じていた。ホストとして入店からわずか1年足らずで、ユキ代表や兄と慕う小太郎主任も認めるほどの実力を発揮している今、気になるのはやはり生活水準の変化。
5倍かな5倍以上は4倍5倍は変わってますね毎月。現場の時でももらってなかったんで多分自分に手元にパッてやったんがもう初めてやってこれが束なんかみたいな先輩とか稼いでるやつは持たせてもらったりとかしてきたんですけどやっぱ自分のお金っていう自分のものの100万を持つ時は全然違うかってちょっと手震えとったんですね初めて持った時はこれがホストなんかっていうのはありましたね。給料っていうのは頭になく、 て一日一日をがむしゃらにひたすらバーってもう頑張っとったらそれがもらえたいただいたみたいな感じなんでめっちゃ負けず嫌いなんでナンバーとかライバルとかを常に意識してる数字は上げてましたね。真ん中の常設あるじゃないですかあのいつも置いてるタワーみたいなちっちゃいタワーあれやるんでそれ映えるかなと思って先月もやってくれた子なんですけどまあ毎月やってくれるっすねそんだけ使ってくれたら自信持つっすね自分なんなんそんなかっこいいんとか思うっすね。今月この人目標で勝とって勝てた時めっちゃ嬉しいしじゃあ来月はこのもう一個上の人やとかでどんどん勝っていってでまあ正直新人とか歴関係なしに先輩も食いついていってでどんどん上目指してでやっぱ最終上におんのはまあ代表やったりとか小太郎さんなんですぐライバルできるように勝てるように今はずっとコツコツとナンバー上げてる状態ですね。初めは寮茶は実家やったっすけどすぐ寮行ったっすね僕ホストに集中しようとプラスお客さんとかのあれと急に呼ばれたりとかしてもまあ南やったらすぐ行けるなと思ってやるからには全力でみたいな。まだ寮なんですけど、まあ、今年中に出るんですけど。次回出勤前のヘアメイクに同行。兄と慕う小太郎主任との関係性や21歳ホストのリアルな金銭事情を深掘り。お楽しみに。